こんにちは同志社大学政策学部の前山と申します本日インタビューさせていただきます藤井江有沙さんについて最初に簡単にプロフィールをご紹介いたします藤井さんは2015年に同志社大学政策学部に入学されまして19年に卒業後すぐに日本放送協会 NHK に入られましたで現在は 仙台放送局の石巻支局に記者として勤務されております政策学部では2年生の秋学期から卒業まで2年半ゼミに所属するんですがその時私のゼミに所属されておりましたのでそのご縁もありまして本日私がインタビューをさせていただきます同志社大学政策学部に藤井さんが入ろうと思われたそのきっかけあるいはその もうえー、なんていうか狙いと言いますかねそれはどういうことだったんでしょうかそうですは、ね、じめ高校生の時にはあの大学でこうどんなことを専攻して勉強したいかっていうのがそこまでこう定まっていなかったので、まあ、政策学部だとこう、まあ、広くいろんなことを学べるかなと思ったのがきっかけでした、ねあの。同社大学の あのオープンキャンパスに来た時にあのパンフレットなどを拝見してあのフィールドワークを通した学習があるっていうふうに書いてあったのがあの大きかったと思いますこういろんな現場に出てあのこう学びを深めていけたらなと思っていました、うん、なるほどあのいろんなことが学べるっていうのは政策学の特徴なんですけどもねあのそのあたりに魅力を感じていただいたということですね。そうですねはい それで大学に入学されてからなんですけれどもあのいろいろ勉強やいろんな活動をされたと思うんですけれどもどういう学生生活を送られたのか、まあ、何かエピソードがあればそれもご紹介いただければと思うんですが。はい、あの学習の面ではあの前山先生のゼミに入って制作のコンテストに出ていました。 あのまあ、自分たち学生たちであの政策を立案してこう提示していくっていうものなんですけれど、まあ、ゼミの仲間たちと一緒にこう、まあ、どんなものを作っていくかっていうのをこう考えたりだとかこう見せ方みたいなどういうふうにこう提案すればこう、まあ、コンテストに審査員の方にのこう狙いというか心にこう響くかなっていうのをこう考えたりとかそういったこう工夫していくところがすごく楽しかったなというのを覚えてます。 その学外とか課外活動ですかねだとあの同社の,あの公認団体ですかね学生放送局にに所属ししててていてラジオの番組を作るサークルに入ってましたすごくこう放送にもともと興味があったのでその、まあ、サークル活動だけではなくて京都市の,の北区にコミュニティ FM があるんですけれどそこでパーソナリティとして活動したりこういろんなところに行って。あのうん それ楽しんでいた記憶があります。そうです。学生時代からかなりこう活発にいろんなことをやっておられたんですよね。はい、あのう、藤井さんの時代は新型コロナウイルスの少し直前だったんです、ね。そうですね。あのう、4年間影響を受けることはなかったですね,そですね、まあ。そういう点では充実した学生生活を送れた。<laughs> はい。そうだったと思ます。はい、ありがとうございます。じゃあ、あのそういう学生生活を送られている中で、今度大学を卒業した後。まあ、どんな。 こう夢をを描きどんな活動をしていこうかそれから特に NHK に入られたわけですけども NHK を目指す放送の世界を目指すというのを、まあ、なぜそういうことを考えられたのかということをお尋ねしたいんですがどうううででしょうそうですねもともと本当に大学生になる前から、まあ、かなり小さい時からこうテレビ局へのこう漠然とした憧れみたいなものがあって。 あのドラマとかニュースとかもあの見ていたりしたので,、まあ、でも大きかったのは大学時代のアルバイトですねあのアルバイトであの関西の放送局の、えっと、報道カメラマンのこう助手というかライトマンというんですけれど音声の仕事あとこう照明とかの仕事をしていて、まあ、アルバイトなんですけれどその時にこう、まあ、報道の現場というかいろんなところにこう出ていて。 でもう取材のお手伝いをさせてもらったりしていてこういろんな,なんていうんでしょうかねこう世界をこう見ているようなあのいろんな,こうなんですかねこう事象を見させてもらってあのそれがすごく楽しかったというかあの新鮮だったのでなんかこの世界にこうまだ身を置いてみたいなと思ってあの報道を志望したというような形ですね。うん なんか藤井さんってそういう意味では放送に非常に縁があるようであの先ほど学生放送局に所属されてましたしという話でしたしそれからあのコミュニティ FM のパーソナリティやったりということもありますしあの以前一度あの大阪のテレビ局の街頭で映ってましたよね。 あそうですね懐かしいです、ね、<laughs> テレビ見てたら藤井さん映っても藤井だっいうそんなこともありましたけどもね、はい、そういう意味では非常にこうテレビに縁のある人なのかなと思うんですけども <laughs>、はい、それでまあ NHK に入られてまさに、えー「水を得た魚」というような感じでしょうか。<笑><笑> 放送の仕事とか、まあ、報道とかですね、取材とかいろんなことをやられてるわけなんですけれども、あのそういう仕事をしていく中で、あの政策学部ってよく問題発見、問題解決能力を高めるということを言ってるんですけれども、藤江さんとしては、問題解決能力とかですね、そういうものを高めるっていうようなことについて、何か工夫などされていますでしょうか。解決能力ででですすかかああどんな問題かにもよるので難しいですね まあでもそのいろんなこう視野というか視点を持っていないとこうまあ解決というかそのアイデアが出てこないと思うのでこうまあ普段から新聞とかまあ本を読んだりとかあの誰かお話を聞いたりとかっていうことはすごく大切にしようとはしていますね。うん、まあそういう意味であのこう仕事をしておられる中でまあ入ってすぐと現時点でこう何かこう仕事に対する考え方とか。 まあ自分の生活などについてこう変わっったところってありますでしょうかいろんな仕事をしていく中で、まあ、本当にそのな何の取材をするかによって全然変わってくるとは思うんですけれどあの自分のこう、まあ、4年間宮城にいてすごく大きかった出来事としてはあの、えっと、令和元年の台風19号がすごく大きくて。 あのこれまでこう、まあ、報道ジャーナリズムとかこういろんなことをあの考えるきっかけはあったんですけれどその台風の時にあの、まあ、宮城県でも多くの人が亡くなられてこう自分の伝えることがこんなに人の命にこう関わっていることなんだっていうのをすごく実感したんですね。でその時かからはあのこう、まあ、命を守ったりだとか あの次に同じような被害が生まれないようにはどうしたらいいのかなっていうのをすごくこう考えるように改めてなりました、ねうん、やっぱりそういう意味では社会に出て特にまあ報道ですと現場に出るということが多いと思うんですけれどもあの宮城仙台がねさあの最初の不認知ということになるんですね。そそうですね、はい、あの以前かからら東北とか宮城そちらの方には 何か縁というか行ったことがあるとか興味関心があったとかそういうことはあったんですか？あの深く関わってはいなかったんですけれど、と東日本大震災の2年後ですかね、まあ1年と少し経った後に、うん、一度宮城県には行っていました。まあ、それは母親があのまあ震災の後宮城県の気仙沼市というところでボランティアをしていて、まあその関係で母が一度私に あの現場を見せたいと思って一緒に連れて行ってもらったというところ、うん、ですねその後はでも全然こう足を運べていなかったのであの仙台に不妊、まあ、というかあの着任ししたたははすごく新鮮な気持ちではありました、うん、あの現場を見て現状がどうなってるとかどんなことが起こってるかっていうのをこう知る。 あるいは調べるとかね、まあ、そういうことがお仕事ではあるんですけど。さらにそれを伝えないといけないっていうのが大事な仕事ですが。こう、そういう人に伝えるというお仕事。これで、まあ。藤江さんとして一番工夫されているとか、あるいは苦労されているとか、そういうことはある、何かありますかあ。たくさんありますね。難しい。<laughs> そうですね。まあ、東日本大震災の今、被災地にいるので、それでいうと、やっぱり、こう、今。 12年が経っている時期なんですけれどあの同じような場所でその、まあ、大切な人を亡くされたりとかこういろんな思いがあるというか本当にその方たちの今ってこう本当にそれぞれ10人1い色といいますか全然同じではないので一人一人にすごくこう向き合うといいますかあのじっくりお話を聞いたりこう丁寧に時間をかけて 話をするっていうことがまずすごくあの大切だし、まあ、難しいことでもあるなっていうふうに思っています。あのなので一人一人にこう時間をかけて向き合っていきたいなっていうのがまあ私の大切にしていることではありますね。うん。うん まあそういうお仕事をされている時にあの先ほど大学時代にね制作フォーラムに参加していろいろ調べたりプレゼンをしたりっていうようなことをされたという話あったんですがその大学時代の学びとか活動っていうのが仕事の中で生きている役に立っているっていうことは何か感じることってありますかそうですねあのもちろんこう 見せ方だったり伝え方っていうところもそうではあるんですけれども,もちその制作フォーラムの時にあのこう自分自身で発表をさせてもらったりだとかそういう中でこうどうしたらあの伝わるのかなっていうのを考えたりだとかそういった部分は生きてると思いますね。あとはあのその仲間たたちちがすごくこうゼミのあの同同じ同期たちもこういろんなキャラクターの 子たちがいて、そういったこうアプローチの仕方だったり、人とのコミュニケーションの取り方がすごく多様だったんですね。でそれが良かったな、というか、自分にないこうな柔らかさだったりだとか、エネルギーを持っている子たちのこういいところをすごく吸収できたなと思っていて、うんまあ、そういう意味でもこう、ゼミの活動っていうのは、すごく生きてるな、と。 思いますそうですか、はい、いやそう言っていただくと大変嬉しいんですけどもね同志社大学ではその政策学部に限らずね、えー、全学的に、まあ、こう社会で優位な役に立つ活躍できる人物を育てるというようなことを言ってるんですが氏家さんから見た時にこう今の社会に必要な求められている人物像というのはどういう人だとちょっと難しい質問ですが <laughs> です、ね、<laughs> どう思いますか そのこうキャラクター的な意味で言うと、まあ、ちょっとまあ同じような方になってしまうんですけどやっぱりこうのは思いますそれこそこう相手に対して合わせてあのこういろんなアプローチの仕方ができる人であったりだとかこういろんな言葉のかけ方がきっとあると思うんですけれどあのそういった時にこう何て言うんですかねどうやったら相手がこう喜ぶのかとか。 あの嫌な思いをさせずにこう話ができるのかとかそういったこう、まあ、コミュニケーションにおいて、まあ、柔軟な人があの大切なのかなというのは思いますね。うんまあ、あとはそのこう、まあ、社会の中でもいろいろ目まぐれしくこう変わっていく部分こう、まあ、た例えばそのテレビだったとしてもあのこうテレビ離れが進んでたりとか今こうネットが多 利用する方が多いので、まあ、そういう意味でもその変革にこうちゃんとついていけるというかこう大胆にこう変革したりだとか自分の考えもそういった社会の流れに合わせてこう柔軟に変えていけるような、まあ、更新していけるようなあの人が 必要なのかなとそんな人物にならないといけないなと思ってます。ねうん、あのいきなりなんか非常に難しい質問をしてしまいましてすみませんあの。そういうことを踏まえてじゃあ藤井さんこれから自分自身どんな目標を持っておられますかこ,うこれから先こんなことをしたいとかこうなってみたいとか。<英語>そうですねその いろんな何を専門にこう例えば伝えていきたいとかっていうのは今まだこう考えているところではあるんですけれど今本当に石巻にいてこうすごく人に向き合うということをなんていうんですかその大切さも実感しているしあのこうそれを深めていくことがあのすごくこう楽しいというと語弊があるかもしれないんですけど。 まあその深めることの大切さを自分で感じながらあの過ごしているのであのまあその目標というかそれをこうさらにあの深めていきたいなっていうのがまあ今直近であのやりつ続け続けたいことではありますかね。仕事に関してこんな仕事をしてみたいとかこういうこう活躍の仕方があればなとかそういう具体的に何かあればまあ。うん 差しさりのない教ええてもらえればと思うんで何 <laughs>、ねまあ、かこの部署でこういったことっていうこととはまた違うかもしれないんですけどこれはまあ日常的にやっぱり今は本当にあの災害があの何度もまあ宮城でもあったのであのその部分についてはちゃんと取材を深めたいなと思っているしまあ NHK のまあもビジョンでもあるんですけどやっぱりこう まあ命を守るための報道っていうふうにまあ歌っているのでそういった部分でもあの、まあ、本当にいざという時にちゃんとこう頼ってもらえたりだとかそういった時にあのちゃんと有益な情報を与えられる、まあ、お届けできるようなあの情,、まあ、情報というか取材には関わりたいと思っていますしあの、まあ、そのためには多分普段からあのこういろいろこう親しみを持ってもらったりだとか あのいざという時に見てもらうためにふ普段からあのちゃんとその皆さんに必要な情報を届けられるようにしていきたいなとは思ってますね。うん、あのそういう仕事をされていてあるいはこれからもね仕事をしていく中であの藤井さんが同志社大学に行っててよかったな何か役に立ったなというような <laughs> そんなことってありますかあでもそのゼミと 同じようなことなんですけれど、やっぱり、本当にいろんな人がいるっていうのが一番大きいですね。他の大学に通ってたわけではないので、その比較がなかなか難しいんですけど、やっぱりこう、いろんなキャラクターの人が、それぞれ、そのキャラクターを生かしていたりだとか、なんかこうお互いが違うタイプの人たちをこう認め合いながら、こういい方向に持っていく。 ようにあの授業の中でも学校生活の中でもあのなってたなっていうのは思うのでそこがすごく私は良かったし、うんまあ、みんなのこういろんないいところを学べたなっていうのは思ってますね、うん、あの同志社大学残念ながら東北地方っていうのはあの学生の方はあまりたくさん来られてないんですけども。 あの仙台あるいは石巻の方で勤務されてまして同社の OB OG の方に会われるとか何か仕事でつこう接点ができたって,ってそんなことはありますかあでもあまりないかもしれないです、うん、まあ石巻は結構なんていうんですかまあいろんなところから人が集まってきているのでそれこそ復興関係だとかあの自治体関係の方とかもなのであのそういった意味で地元の方じゃないんですけれど同社 の出身ですよとかって、こうたまに、うん、あの、聞くことがあって、すごく、まあ、びっくり、それし、嬉しいんですけれど。地元の人で、あの、出身の方っていうのは、今聞いたことないですね。うん、はい。ね、これから、もっと東北も含めて、全国からね、より多くの人に来ていただきたいなと思ってるんですけども。あの、ぜひ、あの、藤井さん、同志社の宣伝もよろしくお願いします。<laughs> 宣伝。そうですね。 その本当に私は同社に来てこういろんな人と交流できたっていうのがあの一番こうあの大きな財産だなと思っているしこうまあ友達や先生とまあ話す内容だったりだとかいろんな人と関われたりそのいろんなまあ関わることでいろんな人の考え方だったり価値観に触れられたっていうのがすごく大きかったと思っているのでまあそんな あの学校でもしあのいらっしゃった際はぜひこうなんだろう学校の中でこう今まで話したことない人とかも含めていろんな人と関わってみてその中から何か学び取ってもらえたらうれしいなと思います。はい、150周年をね同志社大学を迎えるんですけども、まあ、その時にキーワードの質つに「志」っていうのがあるんですけども。 あの藤井さんにとっってての志っていうのは何でしょうかねまあでも本当に丁寧に人と向き合ってその人の話を聞いて伝えていくっていうのが、うん、一番の私の私、まあ、志目標です、はい、そういう志を持って今仕事に臨んでおられるわけなんですがあの在学生の皆さんに藤井さんからぜひメッセージをお願いしたいんですが何か お願いできますか同志社大学で本当にあの多分全員とは友達になれないくらいたくさんの,あの学生がいますしそれぞれがこうさまざまなこう背景を持っていたりだとか あのいろんな考え方価値観を持ってたりいろんなキャラクターの人がいたり本当にみんな魅力的な学生さんたちだし先生たちもこうそれをあの引き出そうと生かそうとしてくれる先生たちなのであの、まあ、ぜひこうそうすることでこう今まで自分が持ってなかった考え方だとかあのこうそのとか 友達のいいところを吸収したりだとか。本当になか人と触れ合うことで、自分が成長できる場だと、私は。あの四年間通して思ったので。あのぜひ、いろんな人と交流して。あの学びを深めていってほしいなと思います。はい、ありがとうございました。まあ、同志社大学は総合大学で大きな大学ですのでね。あの。まあ、藤江さんは政策学部でしたけれども。他学部の人も含めて、いろんな人と。交流を。 持つというのは大学生活の中でも非常に大事なことだということで、はいあのぜひ在学生の人これそれから今後同社大学に来られる人もねそういう学生生活を送ってもらいたいなと思います。えー、本日はあの藤江アリサさんにお話をいただきました。お忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございました。